はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年2月の13日、朝の8時です。おはようございます。よろしくお願いします。さっきね、キツネ枠やってたんだけどね、通常コメントも見たいっていう人がいたんで、今回通常コメントです。バレンタインデーのね、無料アイテムが配布されてると思うんで、もしよかったら無料アイテムのギリチョコレート投げてもらえると嬉しいんで、よろしくお願いします。俺は別にどっちでもいいんだけどな。あ、ギリチョコありがとう。ありがとう。おはようございます。うん、ありがとう、タクシー。おはよう。ありがとう。アムさん、ありがとう。アイテムありがとう。ありがとうね、アイテム。無料アイテムみんなありがとう。おはよう。はい、ワドツー、ヤドラッキー。あ、メガホンもありがとうね。キツネからいた？あ、そうなんだ。仕事してねえの？あ、そっか、タクシーの運転手だと。別に待ってる時とかコメント打てんのか。別に。家にいなくてもいいのか。こそか。近江総長っていうことは絶対良くないと思うけど、タクシーに変えた方がいいのにな。その辺センスだよな。先輩の言うこと聞けねえっていうのは。あ、風邪ひいてんだ。あ、匿名でありがとね、ギリチョコ。絶対タクシーに変えるべきだよ。もったいねえよ。近江総長なんか全然、なんかかっこつけるんだよな、総長とかな。絶対タクシーってことはんいいのに。なんでタクシーに変えないの？もうタクシーってみんなに呼ばれてんだからタクシーにした方がいいじゃん。そうそう。みすけはどつ？ねえ、タクシーだったらわかるのに、近江総長にしたらわかんないじゃんね、リスナーさんは。もったいねえよ。タクシーに変えな。アムさん、ギリチョコありがとう。おはよう、ゆめこちゃん。アムちゃん、メガホンありがとう。一回変えたら変えない方がいいと言われた。いや、今しかないよ、変えるタイミング。で、今、せっかく名前覚えてもらうチャンスなのに、近江総長で広まらないよ、そんなの。売れる名前と売れない名前があるんだよ。絶対売れない、近江総長とか。だって、近江総長で覚えてる人なんかいないもん。うちの枠で。もったいないよ。辰彦にも言ったんだよ。辰彦ね、東京先輩とかね、なんかそういう名前でやってた頃があって、もったいないから辰彦に変えなっつって。で、辰彦も定着したじゃん、結局。浅井さんね、元気だったよ。いい笑顔だったよ、浅井さん。お茶入れてくるね。
売れるか売れないかはその辺のセンスだよな。売れるか売れないかは。買えるなら今しかないよ。買えるなら今しかない。売れたらもう変えらんないかんね。 LINE グループなら知ってる人多い。250人 LINE グループ、まあいいんじゃん。じゃあ、そんな250人 LINE グループ抱えてんのになんで閲覧ゼロなんだよって呪縛。そうだね、通常枠やっぱダメだな。みすけ風船ありがとう。おカレーをお疲れ、チョコありがとう。あカレーを最近ドレさん調子悪いね、なんかね。あ仲悪いんじゃないの、わかんない。ギリチョコありがとう。ギリチョコありがとう。ギリチョコありがとう。メガホンありがとうね。アムさんたくさんメガホン持ってるね。ワッチありがとう。あワッチ久しぶりな気がすんな。元気だった。ボンマスさんいらっしゃい。サムネ変えたんだ、ボンマスさん。おお、いらっしゃい、昴生。ワダツー。毎日限界まで集めてんの。一日どれくらい集まるもんなの、メガホンって。頑張って。いいね。メガホン師さんなんだ、アムちゃんは。ありがとう、チョコ。ちょっとありがとう。あ、あや、おはよう。朝早いじゃん。おはよう、あや。あ、一日100個ぐらいか、限界は。おお、すごい、ワッチ。メガホンに212個ありがとう。すごいね。200個も集めてんの。ありがとう。アイテムありがとうね。あメガホン集めてた。ありがとう、俺に投げてくれて嬉しいよ。おババアって言い方やめろよ、アキさん。ネットだから何書いてもいいってわけじゃないでしょ。いい付き合いしようよ。人の彼女に向かってババアはねえだろ。のんちゃん寝てるよ。のんちゃんがお前になんか悪さしたか。アンチが来なくなったんじゃなくて匿名じゃないと書きづらいんでしょ。ありがとうアムちゃん。メガホン師さん募集してるから。ありがとうね。47だよ。よくまあ人の彼女に向かってそういう悪口言えるよな。人間性疑うわ、人間性。お前が面白いと思ってるけどこっちは不快だよ。お前は面白いと思ってそれを書いてるかもしれないけど誰も笑ってねえよ。不快不快。喧嘩突してから知名度上がった和道さんのおかげ。いや自分の実力でしょ。
自分の実力なんじゃないの？俺のおかげじゃないよ。いろんなとこどつかけりゃいいじゃん。ギリチョコありがとう。いろんなところでどつかけて知名度上がっていくのが普通だからさ。まあでも配信者でね、うまくやってくんだったらトークスキル上げてかないとダメだと思うよ。喧嘩としたら嫌われない。嫌われるに決まってるじゃん。ニャコおはよう。ニャコおはよう。嫌われるに決まってるじゃん。だってさ、俺の放送にも俺の放送のファンがいるわけだからさ、ファンからしたら何こいつって思われるわけだ。喧嘩とつってそういうもんよ。ヘイトを集めるんだよ。嫌われても構わないから有名になりてえって言ってみんなやってるわけだから、それは自分で選んだことだからさ。ありがとうね。何歳からババアじゃなくて、人の彼女に向かってババアとか、人の親とかに向かってババアっていうのは一般人のやることか。年齢の問題じゃないでしょ。お前がのんちゃんと人間関係できてないでしょ。俺と人間関係できてないでしょ。俺がリスナーさんのことババアっていうのは愛情を持って言ってるからみんな気分悪くならないよ。なあババアども。なあババアども。人間関係がなくそういう悪口言うっていうのはおかしいと思うよ。うん。普通に絡むのが一番いいと思うよ、オウミ。うん。おー、いらっしゃい、ハッサモさん。来てくれたの。いや、そらそうだろ。アムババアじゃないの？うるせえババア。うるせえババア。アムちゃん若いの？うん。あ、ババアいらっしゃい。ブリーンいらっしゃい、うん。年齢の問題だろ？人間性の問題だと思うよ。また花火投げっぱんするから、本当に？期待するよ、じゃあ。ハストモさん、ありがとうね。あんまり無理しないでね。うん。ありがとう。助かるよ。ねえ、あやなんか何回ババアって言われ、もう500回ぐらい言われてるよね、うん、じゃああなたはジジイ。そうだな、うん、あやなんか俺にババアババアって言われた。綺麗なババアだからね、あやは。あやでも俺と年齢変わんないよな。確か俺の1個上とかじゃなかったっけ。同い年とかだっけ。まだ推しなんだ。神あゆって書いてあるじゃねえかよ。神あゆって書いてあるじゃないか。和道さんコラボにして。え、俺に上がりたいの？トツ。今設定ね、枠開いたばっかりだから、うん、またコラボやるよ。もしくはトツかけてきなよ、335さん。LINE 公開してるから、コラボと一緒だからさ、LINE かけてきな、LINE。うん。愛情持って言ってんのよ、山崎さん。愛情持って言ってんの。愛情がなかったりリスペクトがなかったらダメよ。メガホンありがとう。あやなんかもう長えもんな。それこそこの中で一番子さんなんじゃないの。ずっと見てきてくれてんの。あやがまだねこっちに来る前だからな。でもね、なんか会った時感動したよね。ちょっとなんか感動しなかった。数年間さ、もう何年 ?4 年ぐらいの、もうそれこそ初期リスナーなんだよ、あやなんか。で、喧嘩もしたし、あやと。ね、一回見なくなった時期とかもあったし、プライベートで忙しかった時期もあるし。ね、あやが私東京に、ね、東京じゃないか、関東か。関東の方にいるよ、つって。びっくりしたよな。あ、エルミありがとう。山崎さんもありがとう。LINE ってね、なんすか ?LINE、スカイプみたいなやつだね。リアルで一回あったね。うん。リアルで一回あった。私はハグしたいぐらい感動した。いや、俺も感慨深かったよ。クールっつうか、人見知りすごいから。うん、でも、普段と変わんないでしょ、雰囲気。
あ、でもハグしてくる人とかいるよ。リア突すると。あと、なんか、田舎のおばあちゃんみたいに芸能人ペタペタ触るおばあちゃんいるじゃん。ああ、和道ちゃんっつって。あ、フォローしてくれんの？ありがとう。待ってるね。うん。お、隠密だ。久しぶり。明日はのんちゃんから本物もらって。あ、了解。のんちゃんでもチョコ作んないと思うよ。うん。ありがとう、メガホンたくさん。綺麗な女性にハグされたら、いや、全然接戦。普通に、ハグしてきたら、全然いいじゃん。ありがとう、はすともさん。風船ありがとう。知らんけど、おはよう。生和道は美青年。よく言うわ。言い返さなければいい男。喋りで食ってんだよ、こっちは。プライド持ってやってんだよ。おい、椎名さん、和道通。いらっしゃい。10個もありがとね。おはよう。最近ね、このブレスレットつけるとね、手がかぶれるんだよ。原因が分かった。こうね、666のブレスレットいいんだけど、かっこいいんだけど、かぶれるのよ。夏場とか冬場でもかぶれてボツボツができてたんだけどね、これさ、革なんだけど、ここの裏側鉄があんのよ。この鉄の部分でね、汗もができちゃって、ちょっとよくないな。こっちだ、こっち。こっち錆びてるでしょ、こっちの鉄。ここはね、皮が裏に当たってるから錆びないんだけど、これがね、錆びがね、手荒れがすごくて、今リストバンド巻くようにしたんだよ。リストバンドの上にね、つけたらね、かぶれなくなった。うん。生ワードってお菓子みたい。はい、まず、あ、初見さんありがとう、QB さん。え？研磨すりゃいいじゃん。いやー、キリがないもん。キリがないもん。そう、やっぱ鉄だとアレルギー出ちゃうんだろうね。だからもうリストバンド巻くようにしたら手荒れしなくなったから、これ結構好きなアイテムなんだよね。痒くなるとかもうボツボツができてかぶれてさ、肌弱えから。いや、根はパンクスだかんね。根はパンクス。おはよう、ボコボン。あ、ニムロでおはよう。チョコありがとう。まあまあ、すぐだろうね。またすぐ錆びるから。そう、ループだからさ。指輪はかぶれない、シルバーは。ブリーンありがとう、チョコ。時計がダメなんだ。左腕ここまでガチャガチャにつけたいね。アクセサリー。こっちまで使いたいね。ガチャガチャしてんの好きなんだよ。右手には何もつけたくないんだけど、左腕にいっぱいつけたいね。シルバーじゃないのはかぶれるよ。シルバーはそんなかぶれないよ。いや、左手ね、ここまでつけたいんだよね、ガッチャガチャに。ブルガリの60万ぐらいの時計買ったことあるけど、なんかすげえ痒くなる。ん？鎧みたいにしたいのよ。ピンキーリング。指輪はね、この2つだね。指輪この2つ、今は。鉄兜、本人いらっしゃい。指輪この2つ。右手は何もつけない。なんでかっていうと、右手で握手するから。そう、シェイクハンドするときによくないなと思って。リスナーさんがやっぱ握手求め、商売柄多いじゃん。だから右手には何もつけないようにしてんの。 iPhone の方がいいね。ガッチャガチャにつけたいんだよ。ただ気に入ったアイテムしかつけたくないから。このパワーのね、パワーストーンとかリスナーさんからのプレゼントだし。今ね、仮面作ってるんだよね、仮面。右手でアイブするからじゃない、右手で握手するから。右手は気を送り込んで、左手で吸収するって言われてんのかな。左手から気を吸って右手で出すって言われてん
うるせえよ、ドレミネーター。ドレミネーターじゃないか、ドーレネーターか。ドレミネーターの方がいいんじゃないの？仮面作ってる今。素早さの数値は下がるけど、防御力は上がるよ。これ痒くなんないね、これね。羽じゃなくてね、爪なんだよね。爪。こう、なんつうの。こういうシルバーの、こう輪っかにして、こうつなぎ止めるやつなんだけど。痒くなんないよ。いや、武器になんない。ジャブが出にくいんだよね。やっぱ重たいから、スナップが効かないから、これがついてる分ね、やっぱジャブ出しづらいよ。ガクト系のブレスかな、どうなんだろう。 ガクト系のブレスかどうかわかんないけど。はい、ももちゃんいらっしゃい、お疲れっす。仮面作るの好きなんだよね。今新しいの作ってる。格闘技はしないよ。だしアクセサリーがダメになっちゃうから、そういうのは嫌だ。一個一個思い出があるから。シルバージャラジャラにつけたいのよ。身につけりゃね、アイテムどんどん増やしたいよね。え、何？みんなはさ、狐別に嫌じゃないの？今、その狐嫌かどうか話してきたんだけど、狐嫌？みんな。今コメント書いてる人たちは。別にないでしょ？何がお前、通常枠にしたら花火飛ばすようだよな。上がってねえじゃねえかよ。だったら狐でよくない？ 30 分終わるから。石膏に顔つけてリアルにコメント。いやいや、あれだよ、デスマスクあるよ。デスマスクあるある、もう持ってるよ。のんちゃんに作ってもらったから。リアル仮面は意味ないよ。特に変わんないよね。だったらキツネ枠に戻さない？どうなのみんなは。別に変わんないんだったらキツネの方がいいじゃん。変わんないよね。誰が書いてたんだろうね。通常枠がいいって書いてた人いたけど、だったらキツネの方がいいじゃん。これのことでしょ？デスマスクあるよ。今上の部分作ってんだけど、ここの部分。キツネでも一緒だよね。誰が書いてたんだろうね。通常枠やってほしいって。通常枠やってほしいって言って、通常枠 こんなんじゃ意味ないでしょ。いや、もう狐一本で今後やっていこうかなとも思ってんだよね。狐一本で、あんまり変化ないんだったら。まあ狐にすっか、次枠。荒れてるコメントが嫌だったらね、キツネでもブロックしちゃえばいいんだよ、みんな。多分コメント欄が荒れるのが嫌だって意味だと思うんだよ。通常は花火でなんか上げづらい。でもね、俺普通の感覚だったら、ふわっちの傾向を見てて、キツネの方は花火上がらないんだよ。俺だけなんだよ、キツネで花火上がるっていう特性があるの。これなんでなんだろうって本当に不思議なんだよね。いや、こんな配信者、ふわっちにいなくない？狐の方が花火上がるなんて聞いたことないでしょ。すごい珍しいタイプだと思うよ、俺。めちゃくちゃ珍しいタイプだと思う、
配信的には。いや、もう本当に本当に。だからニコ生やってたのが、多分、まあ、いじられキャラなんだろうね。ニコ生やってたのが、今になって生きてるから、不思議だよな。本当に不思議な。自分で変な配信者だなと思うもん。隠れファンっていうか、いや、アンチでしょ？ いや、隠れファンじゃなくてアンチでしょ？ただの。いや、早くやれ、早くやれって多分、ロムってるんだよ。うずうずしてんだよ、狐小僧たちが。早くワード、早くてめえを叩かせろ、っつって。いや、そうなんでしょ？ワドリスナーってバレたくないんでしょ？じゃあ、いいじゃん。狐でいいじゃん、もう。ストレス発散、いや、ありえないパターンっつうか、結構珍しいパターンだよ。めちゃめちゃ珍しいパターンだと思う。ねえ。変な配信者だよな。狐専用無料アイテムとかあったら俺天下取れるんじゃねえかって思うもんな。狐専用無料アイテムとかさ。あや実際可愛いよ。あや可愛いのと美人なのとね、メイクによって全然変わるんだよね。あやはだってもう本当に和道ギャルズトップ3に入る美貌を持ってると言われてたんで、ね、昔から。ただまあメンヘラちゃんだけど。定期的に減らるからね。定期的にあやは減らるから。初期のニコ生知らねえかんな、俺が。もうオワコンになってニコ生しか知らないんだよ。あの頃やってみたかったな。全盛期のニコ生。楽しかったんだろうな。みーママおはよう。チョコありがとう。なに、誰だよ、通常枠で花火投げるっつったやつよ。おい、誰だよ、通常枠だったら花火投げるって言ったやつよ。また釣られたのか、狐に。誰だよ、嘘ついたやつ。しょうもねえな。一発も上がんねえじゃねえかよ。誰だよ、嘘ついたやつ。通常枠だったら花火バンバン投げるって言ったやつ。ヤバゾいらっしゃい。チョコありがとう。しょうもないわ、本当に。また釣られたわ。時間を30分無駄にしたわ。もう、狐でやってこ、狐で。狐でやってこ。狐は人を化かす。何うまいこと言ってんだよ。いやいや、わらじゃねえよ、本当に。誰だよ。通常枠だったら花火投げるのにって言ったやつ。嘘つきだろ。ほんと言葉巧みだよな、あいつら。一発も飛びやしねえよ。しょうもねえ、ほんとに。いいよ、じゃあ、狐とやってこ。狐ちゃんたちと戯れよ。びっくりするよな、ほんと。嘘つきとか言うけどさ、俺のこと詐欺師なの嘘つきとか言うけど、よっぽどおめえらの方が嘘つきだろうって。花火あげたら叩かれる？叩かないでしょ、別に。叩かれ、なんで花火あげたら叩かれるんだよ。叩かれた事例なんか見たことねえよ、俺。いいよ、狐やるよ。狐の方がね、人集まるし。もう狐でやってこ。狐で。じゃあみんな、お疲れ、狐行きまーす。はい、皆さんこんばんは、ワドです。
おはようか。おはようございます。2018年2月の13日、朝の8時32分です。よろしくお願いします。誰だよ。通常枠だったら花火投げるって言った嘘つきはよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。